部長、まだ作業をしていたんですか？ダメでしょうか。それでは入部を認めていただけるんですね。あの部長、私が入部した時とかなりテンションが違うんですけど。部長、今日は何をしましょうか。だって神岡さん部長じゃないですか。じゃあなんて呼べばいいんですか。わかりました。これからはそうします。私も肩の力を抜くように努力しますが、進くんも肩の力を抜いてください。私は星原さんのままですか。ゆりと呼んでください。違います。ゆりと呼び捨てにしてください。どうしてでしょう。恋愛関係において男性が女性の名前のみを呼ぶというのはごく一般的だと聞きましたが、星原さんと進くんはそうなんでしょって東ゆりさんが言っていました。彼女が絶対そう呼ばせた方がいいと助言を与えてくれました。別に無理はしていませんが、人の名前は単なる固有名詞以上の意味を持っています。名前が私なんです。お茶飲みますか。お砂糖は入っていませんがいいでしょうか。
紅茶、美味しいですか？いいえ、これは前から決められていたことなんです。私たちが一つのカップで紅茶を飲むことです。一つ謝らなければならないことがあります。力はもう使わないと決めていたんですが、さっき使ってしまいました。ごめんなさい。でもそれ以外は一回も力は使っていません。これからは絶対使いませんから。でも私が口をつけたカップで紅茶を飲んでくれましたか？最後に使う力だったんですから、キスくらいにしておけばよかった。大丈夫ですか？ごめんなさい。でもキスって過激なんでしょうか？とても部室に入りにくいんですけど。そういうムードの時はちゃんとドアを閉めてよね。あなたたちの会話廊下に筒抜けよ。ごめんなさい。そうね、閉めておけばよかったね。ゆりちゃん結構言うわね。まあいいわ、ごちそうさまってことで。ところで神岡部長、次号の特集はどうする？頼りないわね。少しは成長したと思ったんだけど、昔の神岡くんに逆戻り。紅茶飲む？いいえ、ご遠慮いたしますわ。紅茶はお二人で回し飲みなさっていれば。私はコーヒー派ですから、お気になさらないで。あらまあ、サービスがいいこと。ありがとう。じゃあお願いするわ。レオナルド・ダ・ヴィンチの時代から写真機の歴史をたどるとか、三畳紀から白亜紀までの中生代の昆虫の紹介なんてどうかしら。進むくん、いいですか？意見があります。進むくん？ゆり？ごちそうさまのおかわり。もうお腹いっぱいよ。清涼学園の七不思議の記事をもう一度やりませんか？でも七角ペンダントはもうないのよ。七角ペンダントが完全に消滅した今、新しい不思議を探し出すんです。不幸なことは起こさずに、恋や幸せだけをもたらす。ありふれているけれど、素敵な不思議を探しましょう。
恋や幸せは生まれるわ。不思議でなくては生まれない恋もあります。実際に七角ペンダントは恋ももたらしました。ちょっとだけ面白そうね。神岡くん、どうするの？部長さんが決めてよ。じゃあ、二人で打ち合わせをしておいてね。私もう帰るから。ちゃんとドアを閉めてから打ち合わせをするのよ。わかった、ゆりちゃん。進むくん。